関数の極限値を計算してみましょう。分数式は約分を目指します。 x を a に近づける極限で分子に x 3乗マイナス a の3乗分母に x マイナス a を持つ分数式の極限を考えるときに、分子の x 3乗マイナス a の3乗を因数分解して分子と分母に共通因数 x マイナス a を見つけます。 x と a は極限を取る過程で異なる数ですから x マイナス a を約分して全く問題はありません。結果として 3×a の2乗を得ることになります。無理式は分子を有理化することを目標にします。 x を0に近づける極限で x 分の 1-√1-2x という極限を考えます。分子を有理化すると分母分子に 1+√1-2x をかけますので、分子は 1- 絶対値の 1-2x、 分母は x×1+√1-2x という形の分数式になります。 x が0の付近では絶対値の 1-2x はそのまま絶対値を外しますから、分子は 2x、 分母と分子の x を約分して分母は 1+√1-2x ですので、極限値が存在して答えは1となります。